本当に何て言うんだろう、手放すとかそういうこと考えたこともありませんし、地震とか何かあった時も絶対に一緒でいたいというふうに思ってるので、本当に大事に大事にね、皆さんしてくれれば保護されるとかそういう事態にならないと思うんですけれども、いろいろ考えさせられる映画で、まあ、学校とかねそういうところで本当に情をいっぱいしてほしいなっていうような映画かなと思いました。動物を飼うっていうのは、最後まで本当に見とる最後までが飼うという、まあ、その気持ちですよね。そこをちゃんと飼う方の上で飼っていただきたいなって本当に今日は思いました。いずれ自分もああやって見とる日というか、病気にしてもこう寄り添っていかなきゃいけなくなるんだなって、本当に家族だからって思いが、こう覚悟ができたような気がします。今はとりあえず自分に本当に余裕ができたら欲しいなって思ってて、保護犬に買ってみたいなって思ったし、もう本当に考えさせられる映画でした。